はどこにも見当たらず、ただ一人、香水とは無縁そうなおじさんが歩いていました。まさかこのおじさんがと一瞬思いましたが、結局いい香りを放っていた人は見つけられませんでした。あのいい香りが気になって仕方がありません。いや、おじさんですよ、絶対おじさんから出てたんですよなんか僕も一応おじさんとしてあれですけど、香水ってもうなんか結構しんどい時ありますよね。あのいい香りですよ、いい香りのものもあるし、ただ結構高校生とかから強めにつける人もね、たくさんいるじゃないですか。ああ香水きついなって思うようにはなったかな。だから柔軟剤のいい香りがなんか今一番自分の中でフレッシュかな、なんかすごくいいなって思う。それがおじさんであっても、あ、柔軟剤のいい香りだなっていうことは結構思いますけどね。皆さんこんな経験ありますでしょうかね。さあ、ということで、人はどこにも見当たらず、ただ一人、香水とは無縁そうなおじさんが歩いていました。